アメリカ海軍が18トンの爆薬を使った耐久テストを行いました。今回、この耐久テストに賛否両論、では詳しく見ていきます。ですが、実際にテストしないとわからないですからね。それに、最新鋭の原子力空母をテスト、さすがアメリカです。世界でも、原子力空母保有数1位のアメリカです。次は F-35C を艦載可能にしてきますね。満載で何機艦載できるだろうか。2021年6月18日にアメリカ海軍の最新鋭の大型原子力航空母艦であるジェラルド・ R ・フォードに対し、至近距離で各種の爆薬を起爆させ、衝撃への艦の耐性を測るテストが実施された。テストの画像や映像を見ると、かなりの大きさの水柱が、ジェラルド・ R ・フォードの周囲に立ち上る様子が確認でき、今回のテストで使用された爆薬の総量は、18トン分に相当するという。今回のジェラルド・ R ・フォードに対するテストは、フロリダの沖合にて実施されたものだが、アメリカ海軍では、こうしたテストを FSST、フルシップショックトライアルと呼んでいる。この FSST、フルシップショックトライアルが航空母艦に対して実施されたのは、前級である、ニミッツ級の4番艦である、セオドア・ルーズベルトの1987年から、実に34年ぶりとなった。アメリカ海軍の航空母艦といえば、こうした大型の原子力空母が、すぐに頭に浮かぶと思われるが、実は、この、ジェラルド・ R ・フォードで、3種類目と形式自体は、そこまで多くはない。アメリカ海軍のそして、世界初でもある原子力航空母艦として建造されたのは、1961年に就役したエンタープライズであり、同艦は、2012年に退役するまで、半世紀以上の51年も運用された。エンタープライズの名を冠した艦として、8代目にあたる同艦は、満載排水量83,350トン、全長 341.3メートル、全幅 78.3メートルの艦隊に、蒸気式カタパルトを装備し、最大で約90機を搭載できた。この8代目、エンタープライズは、初の原子力航空母艦ということもあり、コストが高額となってしまい、一隻のみにしか結果的に建造されず、次級のニミッツ級が量産されることになった。ニミッツ級は、1番艦で、ネームシップのニミッツが1975年に就役すると、以後2009年に、最終のジョージ・ S ・ブッシュが就役するまで、全10隻が建造され、今でも、アメリカ海軍の戦力の中心だ。このニミッツ級は、満載排水量最大10万2000トン。全長 332.0メートル、全幅 76.8メートルの艦隊であり、エンタープライズと同様に蒸気式カタパルトで最大約90機の艦載機を運用できる。そして最新のジェラルド・ R ・フォード級だが、満載排水量最大101,605トン、全長 332.8メートル、全幅 78.0メートルの艦隊であり、従来の蒸気式から電磁式にカタパルトが改められ、約70機の艦載機となった。今回の FSST、フルシップショックトライアルの対象となった、ジェラルド・ R ・フォードは、2017年に就役したものの、電磁式のカタパルトやエレベータの稼働に難があり、戦力化には時間を要していた。こうして、アメリカ海軍の原子力航空母艦を比較してみると、満載排水量こそ次第に大型化しているが、全長、全幅においては、初代のエンタープライズが最大の大きさだったことが見て取れる。また、使用上では、艦載機の最大数も、最初のエンタープライズから徐々に減少しており、ジェラルド・R ・フォードでは、ついに、
70機を基本とするようだが、実際のキャパシティ的には大差はないだろう。ジェラルド・ R ・フォード級では、当初不具合の発生が数多く指摘された電磁式カタパルトだが、発艦効率は通常時で約3割、戦時であればそれ以上に向上し、艦載機の運用効率をアップさせるとされている。ただし、ジェラルド・ R ・フォード級は、未だ、並走運搬用のエレベータ等には不具合を抱えているとも言われており、2019年に浸水して、偽装工事中の2番艦、ジョン・ F ・ケネディにも、同様の懸念が持たれている。最新型であるジェラルド・ R ・フォード級は、3番艦に、エンタープライズと名付けて、そのネーミングを復活させることも決まっており、最大で、ニミッツ級と同じく、10隻建造される可能性がある。さて、今回のジェラルド・ R ・フォードへの FSST フルシップショックトライアルだが、18トン相当の爆薬には実際の魚雷や機雷、果ては対艦ミサイルまで使用され行われたという。アメリカ地質調査所やアメリカ海軍からの発表によれば、今回の FSST フルシップショックトライアルの爆発によってマグニチュード 3.9 相当の地震が観測されたといい、衝撃の大きさが伺える。様々なテストが高度なコンピュータシミュレーションによって解析される現在にあっても、現役の最新鋭の艦艇に向けて実際の爆薬を使用したテストを行うアメリカ海軍のやり方には賛否両論もある。そうした中で批判を考慮したものか、アメリカ海軍があらかじめ定めた環境負荷の基準をクリアし、周辺海域の生態系にも配慮して、FSST フルシップショックトライアルを実施したと発表しているのも時代を感じさせる。